そうですね、審査委員長のなんか明確なクライテリアっていうのが一番最初に示されたっていうわけではないんですけど、まあ、いろんな今の時代でそのフィルムのこう役割とか可能性みたいなことを考えていくときに、そのいろんなインテグレートされたいろんなキャンペーンとして評価するっていうよりは、フィルムの単体の力っていうところで評価しようっていうようなところが途中からしっかりと出てきた感じですね。そうですね、すごく刺激的な審査会だったんですけど、まあ、ブロンズを決めるところまでは結構白熱してて、審査員もいろんな国とかバックグラウンドが違ったり、価値観だったり大事にしているものって、まあ、それぞれの審査員ごとにやっぱり違うところはあるので、ブロンズを決めるところとかが一番白熱したというか、ブロンズに上がったり下がったりとか、そういったところがありました。でその後は、まあ、シルバー、ゴールド、まあ、特にゴールド以上はもうその国のバックグラウンドとか審査員 の, その価値観とか関係なく、もうみんながやっぱりいいね、もうこれだよねっていうところがかなり明確にあったので、そういった感じの流れで全体は進んでいきましたね。そうですね、日本の作品いろいろいいものがあって、賞を取ってるものも複数あるんですけど、まあ、特に相鉄の、作品がすごく良かったかなと思います。で自分もいいなと思いましたし、やっぱり審査員 どの人もすごく評価していて、まあ、その評価している部分っていろいろあるんですけど、そうですね、まずはクラフトっていうところがやっぱり日本の作品って全体を通して強かって、それはなんかクラフトって言ってもなんか派手なことをやるとかすごく大きなバジェットで何かをやるっていうよりは、一つ一つ細かいところもそのディテールをすごい丁寧に作っている、まあ、そういったところがすごく評価されていましたね。で相鉄の方もやっぱりその大きい新幹線のようなものではなくて、もうローカルに根ざした線なので、やっぱりそこの演出だったりクラフトっていうところもなんかド派手なことをやるとかではなく、きちんとこう地に足のついた繊細なところでやっていたっていうのも、もう日本らしいよねとか、そのすごくクラフトがインテグレートされているよねっていうような、評価をいろんな国の人がしていましたね。そうですね、まあ最初に言ったように、そのフィルムのキャンペーンとかインテグレートの全体で見るというよりは、もうそのフィルム単体そのものっていうのを見ていったときに、じゃあそのフィルムにしかできないこう力っていう、他のものにはできなくてフィルムだからこその力って何なのかみたいなことを、結構途中からすごくそこの部分に注力して、いろんな作品を見ていくっていう風に審査としてはなったんですけど、まあ、その時にあったのは、まあ、凝縮した冒険物語ではないですけど、そのフィルムっていうものがこうビジネス課題、複雑なビジネス課題とか、まあ、社会問題とか、いろんなこうややこしかったり難しかったり、する解決が難しかったりするようなものを、やっぱりフィルムのそのアイデアだったり、こうそのいろんなユーモアだったり、そういったもので、まあ、突破できたり、まあ、ネガティブなものをこうポジティブなものに転換できたり、もしくはもうこうすごく複雑なものをすごくこうシンプルで鮮やかなものに変えたりっていう、まあ、そういった転換させるっていうところがすごくこのフィルムっていうものには力があるっていうところが、自分自身もすごい大きいなって思いながら途中から審査してましたし、結果的にこうゴールド以上になっているものっていうのは、やっぱりそのフィルム単体でそういったネガティブなものをポジティブに転換していたり、なんかビジネスライクなものをすごくこうフレンドリーなものにしていたりっていう、何かしらの価値の転換っていうのがすごくされていたかなと思います。そうですね、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、一つはこう日本の作品15秒のものが多いと思うんですけど、今回受賞作の中にやっぱ15秒のものもあって、でその15秒っていう短いから、こういうアワードで評価されるようなものだったり強いものだったりができないんじゃないかっていうふうに思っていたら、そうじゃなくて、やっぱりその15秒は15秒の強さっていうものがあるので、まあ、そういったふうに、捉えて取り組むといいんじゃないかなっていうふうに思ったのと、まあ、もう一つは結構こうクライアントというかブランドとか企業として、まあ、面白いことが一般的にやりづらい
ブランドだったり、産業だったりっていうのがあると思うんですけど、そういったもので面白いものだったり勇敢なものを作ったものほど、やっぱそこの審査員 の, あのリアクションも、よくぞこういう難しいクライアント、難しい産業で、あのこういったあのすごく勇敢なものを作ったよね、実現させたよねっていう、そういったところ の, あの評価っていうのがやっぱすごく高かったので、まあ、ブランドによっては毎回アワードを取るような、あのこうなんていうんですかね、毎回いいもの、毎回面白いもの、毎回クリエイティブなものを作っているブランドっていうのはあるんですけど、そういったものでやるっていうのは、まあ、もちろんあるんですけど、そうじゃなくてこの産業、このクライアント難しいよねとか、これで面白いものって普通なかなか厳しいよねっていうものでやるっていうのもすごくあの評価につながるかなと思うので、あのそういったものにどんどんあの負けずにトライしてもらえるといいんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、さっき話したことはあるんですけど、まあ、その他にも、そうですね、2つほど言えるとしたら、まず1つはこう、例えばパーパスだったりダイバーシティとかインクルージョンとか、あの女性をエンカレッジするとか、まあ、そういったことって、あの今いろいろとあの社会的に必要なものとしてブランドがやっていると思うんですけど、まあ、それをただ言うだけだと結構もう確率的で、どのブランドも同じこと言ってるよねっていう風にやっぱなったんですよね。なので、まあ、女性をエンカレッジすればいいわけではなくて、なんでそのブランドがこういうあの社会的なメッセージだったりパーパス的なことを発信しているのかっていう、そこのブランドとパーパスのリンケージっていうのが、まあ、すごく大事で、そこがあの議論にもなりましたね。なんで、まあ、パーパスウォッシュとか SDGs ウォッシュみたいに、悪く言うとあの言えてしまうような風に捉えられるものもあったので、結構そういう風に、なんでこの企業がそのことを言ってるのかっていうようなところと、あとは、まあ、女性をエンカレッジする、例えばですけど女性をエンカレッジするにしても、そのエンカレッジの仕方とかアプローチっていうものがそのブランドならではになっていたり、あとは他のブランドどこも言っているようなことでやると、やっぱりもう今はそんな当たり前でしょっていう風になってしまうので、次の新しい視点っていうのを、見つけようっていうところは、あの一つ、まあ、トレンドというか、大事なポイントとしてはありましたね。で、まあ、もう一つ、まあ、お話しできるとしたら、その SNS とか の, あの活用とかインテグレートの仕方っていうところも一つ進んだなと思っていて、まあ、結構じゃあジェンZみたいに若い世代にアプローチしたいときに、まあ、テレビ CM じゃあの見ないよねとか、そういうところが日本でもあると思うんですけど、あの今回あのそのそう SNS、まあ、特に TikTok ですよね。 TikTok とのうまくこう TikTok の生かし方とか活用の仕方で面白いケースっていうのが、複数ありました。でやっぱりそれを見て思ったのは、もうその TikTok とか Instagram とかをただの、まあ、SNS のメディアとして捉えて、そこにただ映像を乗っけるっていうことではもう全然ダメで、そこのじゃあインフルエンサーだったりをうまく活用したり、なんならそこをハイジャックしたりとか、その SNS の活用の仕方とかインテグレートの仕方っていうところにきちんとアイデアがあるっていうものが必要になっているっていうところも、まあ、あの新しいなんか次のフェーズに行かなきゃいけない部分かなと思いましたね。そうですね、まあ、若手クリエイターの、皆さんの中にはそのアワードっていうものに対して多分いろんな意見を持っていらっしゃる方がいると思うんですよね。こう何が何でもアワード取りたいよっていう方もいれば、アワードなんてみたいにあの言ってる方もあのいると思います。で、まあ、僕自身は若い時アワードっていうものを、まあ、あの必要だと思ってあの目指していた方のタイプなんですけど、あの、まあ、自分がエゴとしてアワードを取りたいっていう部分っていうよりは、やっぱりそのアワードを通してこう、じゃあスパイクスだったらアジアのいろんな国の作品を知ることもできますし、何がいいと思って何があの評価されないかっていう部分をいろいろと研究することで自分のレベルアップにつながったり視野が広がったりっていうのがあったんですよね。なので、あの、まあ、アワード取る取らないというよりは、まあ、アワードをあの活用して自分自身がレベルアップしたりいいアウトプットを生み出していく原動力にしていくっていう風に捉えて、あのぜひあのこうアワードに目を向けていってもらえたら、あの個人的にはいいんじゃないかなと思います。